はい、スタートです。まず3番ですね、桑原選手がゆくゆく飛び出しましたね、内側には佐藤慎太郎選手、そして2番の、村上選手も取りに行きましたけども、まずは、桑原選手が前を取りました。桑原選手が、取ったということは原田選手ですね、前取りですね、7番3番で、前段です。そしてその後ろ佐藤慎太郎選手が1番車がいますので、やはりここは、岩本選手、上昇してきますね。東北勢が、ついて、9番1番4番になりますね。やっぱり佐藤慎太郎選手も、1番車ですからね、ここは、どこの位置も取れますので、まあ、本当グランプリチャンピオンはいい位置に、いるなと思いますね。もう自由自在に、位置を操れますからね。はい、7番の原田健太郎選手が前段まで上がってきまして、7番3番のラインを形成ですね。桑原選手と7番3番、中四国のラインです。そしてその後ろなんですけども、岩本選手に1番の佐藤慎太郎選手、そして阿部力也選手ですね、9番1番3 4番です。そしてその後ろ5番の野原選手ですね、村上選手がつきまして、5番2番の近畿勢、後方には短期勢ですね、杉森選手、そして東京の川村選手、この2人が短期ということですね。なので短期戦こそやはり動かなければいけないのかなとも思うんですけども、やはり、本来ならば、まあ、自力選手ですからね、この2人、やはりポイントで、どの位置を取ってくるのか、まあ、その辺がポイントになってきますね。はい、そうなってくると、まあ、やはり前を取って、原田選手は1回後ろに下がって、かましまくりの展開になるのかなと思いますね。まずは、村上選手がついている、野原選手ですね、まずは抑えに行きました。短期勢もそこについていく形ですよね。そして、その野原選手が抑えたところでね、もうここは、岩本選手が叩きに行くんですけども、打掌から一気にここは行ってしまいますよね。そこに川村選手までついていましたので、4車ですね、9番1番4番6番なんですけども、そこに8番の杉森選手が切り替えましたので、まあ、ここ野原選手としましては、その後ろに下がるのはちょっと位置が悪いというところで、ここは4番手粘る形になりましたね。まあ、ここ並走になっているところで、まあ、前が並走になっているのであれば、まあ、ここは得意パターンですよね。原田健太郎選手が一気にかますんですけども、まあ、原田選手のかましすらも合わせてしまうこの岩本選手のダッシュ力、まあ、これは素晴らしいものがありますね。やはりそれは番手にいる、佐藤慎太郎選手の、圧力もあると思います。佐藤選手が番手盤石ですね。そして勢いよく2センターから、野原選手がまくり追い込んできて、ここは一着、接戦ですよね。1番5番5番1番、そして9番ですね、結果は1番5番9番という形でゴール入線ですね。接戦なゴールでした。はい。